静岡県ステーキハウス金井大島美穂です。私の料理の自分らしさは今ある資源を後として楽しむ料理に作り上げることです。それには理由があります。私たちには無農薬農園があり、美味しい野菜を提供しています。ところが最近温暖化の影響で作物がうまく育たなくなってきています。温暖化は一人の力では改善することができません。農園を守るため私にできることは、未利用野菜や魚を使いアートとしての料理を完成させ、一人でも多くの方に資源を大切にしてもらえるような美しい料理を作ること。今回のお料理もその一つです。傷のあるヒラメは未利用魚になりますが、本当は美味しくいただけます。形の悪い人参はいい出汁にもなります。出汁を取るとき未利用魚のアラはしっかり焼き込む。そうすると臭みなく香り良い美味しい出汁が取れます。白ワインで自家製玉ねぎと椎茸の旨味を出す。2つ目のポイントは、なめ肌に焼き目をつけながら煮込む。こうすることでより深い旨味を引き出すことができます。生クリームと合わせても素材の旨味を感じることができます。無農薬ハーブは柔らかい葉先の実を使うとより香りが楽しめます。色鮮やかなオイルにするため一度さっと茹でる。すぐに氷水につけ色止めをする。一晩かけてオイルを落とすと綺麗な色と風味が出ます。ヒラメをふっくら焼いて香り良い胡椒パン粉をのせる。パン粉の中量を焼いてパーツの完成。甘くて美味しいラディッシュの葉も捨てずにソテーをする。甘みのある玉ねぎのピューレ、絵の具で描くように美しく盛り付けることを意識する。苔むす岩に羽を休める蝶を描きました。未利用食材を使った人を笑顔にする美味しいアート、ぜひお楽しみください。